円富寺は、愛知県名古屋市西区名古屋一丁目11番7号に、ある日蓮宗の寺院。3号は、長久山。久本山は、京都立本寺。生氏方園。円鈍寺とも表記される女王3年に、広市経院彦とにより、広市井村八軒屋敷に創建。本堂を建てる際に、名古屋城天守閣の余り材を配慮したと言われている。当初は彦との陰号である。 広志経院を人号としたが、明暦二年二律本寺の末寺となって、長久山縁富寺と改めた。その後、三世位、一世院比良が、藩主、徳川光友らのために祈祷を行うなど、終わり徳川家との縁を深め、元六七年には七面木造や青い門付桃と、光友直筆の鹿に幅などを配慮している。元六十三年の大火で被害を受けたが再建。 京宝4年には、永代正土地となったが、京宝9年5月13日の大火で、道雨、重宝を含む全山を消失したため、現在の所在地にあった、清水八郎在門屋敷を買い取って移転した。この火災の後、堀川沿いの道が拡幅されて四官道と呼ばれるようになっている。以降、江戸時代を通じて複数回の建て替えや修繕が行われ、 堀川の五条橋から寺の正面を通って、江川の上畑橋まで西に伸びる道は、縁と水筋と呼ばれて門前町も形成された。1888年3月、新たな道具が建てられたが、1945年3月の名古屋大空襲で山門を除いて全焼した。1953年まで日本道などが再建された。近年になって、 書道の建て替えが行われており、現在では商店街の一角に佇む。エンドンジ商店街に面した駐車場は2019年8月1日から10月11日の木曜日から日曜日に開催された愛知トリエンナーレ2019エンドンジデイリーライブの会場となった。ありがとうございます。